お疲れ様スロットです。今日すらこちらサンセラバルやっていきます。さあラバのボイド入りですね。はい、ボイドがねものすごい強いので結構流行ってます。はい、まあ、今日はラバボイドですけど、なんかペッカのボイドだったり、まあ、ジャイのボイド、まあ、ゴブジャイのボイド、まあ、ドリルボイドとか、まあ、ホグボイドとか、なんかほんとね何でも嫌ですボイド。うん、まあエリポン施設も壊せるんでクエイクの代わりにもなるし、まあ小物もしばけるんでね、ヤナアメの代わりにもなると。でまあそれこそね、ライドラとかインフェルノドラゴンとかリトルプリンスとか単体系もねしばけるんで、まあライトニングみたいな大型呪文の代わりにもなりますよっていうので、まあ壊れっすね。はい、めっちゃ強いですボイドはね。なのでまあラバ出して相手の対空ユニット、まあ、ボイドでしばくだけでだいぶ戦えるかなと思ってはいます。まあ、暇なんでこれババ飛ばしてもよかったけどね。飛ばすか、なんかあんま形組まれるのもしんどいかなっていう。テスラテスラが入ってることあんだ。まあやなめで許してください。さあボーラーフェニーで、こういうのもボイドでね芝うことも可能です。やばくない？これボイドのおかげだかんね。しかもゴブリンはサスケラに強いね。おっ、影響できそう。美味しくね、この4コス。フリーズの間ってダガー回復しねえんだな。まあまあ、さあってことで相手のデッキはねだいぶ割れましたね。まあテスラーボイドでしばいて、まあフェニーはまあ何でもいいかっていうのが理想ではあるね。トルネがねありそう。いやファルチファルチファルチは効いてないな。いや飛雷神ね、ちゃっかりね。いやでこのタイミングとかで打っちゃう。いやえらいな。いやでも飛んではいる。え、これさ、このケツバルーンからの。いやで問題はね、ファルチさーん、そのテスラやってね。でもユニットで、ユニットじゃない、もう呪文で、はい、俺いやマジ呪文あるだけ打ってるだけやばすぎる。ファルチテスラフェニカフリーズ入りね、だいぶしょっぱいマッチではあるが、それでも勝てんのがクラロワ。お、いやラバ削りある。こっちとかない、これなんか強そうなの出てきちゃった。絶対右だったか、やべ。いやいい、で取るね。結構入る、良すぎてんねボイド。これに戦えんのさ、普通に呪文がファイボとかライトとかだったら終わってるか。いやファルチだけに当ててえな。そんなことは可能ですか。可能です。さよなら。いいね、溶かして、まあこれ削りですね。ふん、暇バルーン美味しい。ケツボーラ、いやファルチャをねしばくとカウンターがね薄いんですよ。だからファルチャに目がけて打ってはいる。よし、やばすぎるかこれ。バカで飛んでくれ。進化ザップを残しとけば、進化ザップじゃねえわ、防衛のザップね。飛雷神来るが
もうこれ削りか、タワーに打っときゃいいなこれ。正直よしよし、バルーンバカが開いて、これトルネしなきゃ終わりじゃね。であとはさあ呪文が高いので、えこれ勝てんの、やばいよ多分だけど、ボイドでボイドで削れる、えマジで強いんだよな、思ってた何倍もね通っちゃったわ。普通に考えて突破できないけど、あんなに飛来心されてるもんなけどみたいな、ええぐいな、ラバボイド、まあ何でもか、うん、そこにユニット出したら出したでね、他の呪文とかで、まあ今はザップやなめかちまちま削れちゃうんでね、それもまた強いんだよな。なんか次来た、守れるかなこれ、ババだけで。さあもうラバ削り、やべ、うーん、いやー、ラメ使った、あでもこれボイド、やっばこれ便利すぎはする。いやまあ理想はコウモリにザップ、ロケホにヤナメ、インドラにボイド、まあいいやろ。さあメガナイト盾戦ね、サンスペラあるんでね、まあ陸が薄いんでメガナイトだけちょっとね警戒をしなきゃいけないが、また来そう。おお、ケツからね、えらいね。進化ロケコ、進化コウモリとかかな。まあこれメガコまで使ってもいいが、進化ババか、進化ババで止まるか。え、これどうせバルーン止まんないんで許容するわ。相手コスト使ったんで、まあ交換か。真ん中ババとか行けたら熱いけどな。いやこれ結構入んない、いや結構入んない、もう一発やばい。じゃあキングを行こうか、1800やで、なんならボイド削りでボイドで削れるいや守れるかなこれ。まあこれもバルーンがあなたのタイムリミットですよ。いやまあ便利なんだねこの呪文、うわーでもいいなそれ。え進化ババ強っ、てかバルーンそっち俺全然さそっち行ってなかったの。早めに芝居てもいい、うん、まあ、バルーンか相手の攻めカード、タイミングやばいなこれ。いやボイドなんですよこういうとこも結局ね。あーそれ強いな、俺がボイド使ったんだよね。やばい、お一発、え、でもボイド圏内じゃねいやこれ最後にさボルトで削れんのも強えな、ミッド突破もできるし便利すぎますボイド、うん、全然緊急火砲来てもいいぐらい、来てもいいね、腐ることがねえんだよな。施設にも単体ユニットにも複数ユニットにも何にでも使えるんだよな、そんなことあんのかって、絶対に腐らない。まあなんか新鋭対ダクネみたいなね、なんかよくわからんの来たら、まあわかんないですけど複数ユニットしかいないみたいな、そんなん来ない限りね
なんとでもなります。さあ、この人はあれじゃね、エリポンゴレじゃね、俺のイメージ。まあ打ってもいいが、いやー、いい受けやな。ヒーラー構えてたっすね、さすがに。いやー、しかも俺これボイド使ったから、ポンポン、音が鳴っちゃうやつだな。いやー、これ怖いね。お、まあこれはババでゴレを溶かして光栄のライドラとかは後からゆっくりしようやの動作ラバです。うん、守りのラバです。では強そう、ボンバーいたよな、やめろ、一発なら許すか。いや、エリポンあるんでね、これは打っちゃダメっすね。進化ザップはいいよ。さあ、これいい流れじゃない。相手さ、エリポンサボってくない、これ。エリポン置いてもいい流れだったと思うのに、エリポン置かずに戦ってきてるもん。低めだな。え、サボってくない、風そう、ギリでかい。さあ、いや、明らかに、え、エリポンないんかな。いや、ワンチャンないっすかね、ワンチャンないか、サボったわ。この後見るか。いや、なかったのかな。いや、まあ、ボイドが強すぎたわ。相手もボイドいたもんな。いや、結局ね、あ、エリポンねえんだ。なるほどね、エリポンなくしたボイド型ゴーレムね。いや、ゴーレムにも入ってくんだ。ユニットも溶かせる、施設も壊せる、タワーも削れる。できないことがないっていう、まあ、不思議なカードではあるね。まあ、唯一弱点がね、やっぱ飛来神っすね。うん、突破できる、対処できると思ってても、そこに行ってくると急にね、相手の方が有利になっちゃうんで、まあ、そこの、まあ、結構デカめのデメリットもあるっちゃあるが、そこもちゃんとねカバーできる状態で打てばなんとかなる。まあ、刺されば強いしな、結局削れるしな、2体でも。うわー、まあ、最悪な手札や。相手にラバがあって俺にね、終わってんなこれ、マジやべえな。普通にバルも通んねえしな、ダガーで。お願い、あっちにだけ当たって。うわ、最悪、なんで2体に当たったんだ。一発、うぅ、いや、俺のボイドの位置がもうちょっとよけりゃ一発とかに抑えれてそうだったな。なんなら一発も入ってなかったかもね。まあこれミラー対決の可能性もあるわ。いやー、先にラバ出せてんのいいな。ラバの下の進化ババとかもちょっと強そうだけど、来たわ。いや、マジミラーだな、打っとくじゃん。ザップ打たれて怖かったな、ビビっちった。で、メガゴーボイドとか、ああ、メガゴーボイドで飛ばさせない作戦だね。いやー、これまあ仕方ないかな。まあでもこっから俺は相手メガゴー裂いたんで、まあ、後ろバルーンからの端前ラバだっていいし、
味覚からのラバダッティ絶対避雷針しないで来るんだよこれ。進化ザップで止まったりしないでほしいな。うん、いや手で暇ではあるな相手だいぶ。さすがに止まんないね。で俺は、まあ、暇なんで攻めた方がいいね。守りはない知らない攻めてから考えよう。メガゴだけボールで飛ばせばいいんだっけ。ちょうどいるな邪魔なのが。まあでもヤラメもあんのかこれ。でもヤラメ使ったわ。ちょっとうざそう。いやまあだいぶうざそう。いやこれ端前ラバー行ってもいいな。これキングもプレッシャーかけれてんで。いやこれラバーいるからボイド打ちにくくない。依頼しようできねえけどな。あーまあそれはね強いね。でも暇なんで削りに、暇なんでちょっかいかけてる方がいいか暇すぎやそれ。よしよしよしさ流ればいいよ。まあ、一生攻めといた方がいいんじゃね。メガゴにボイドで依頼しなくね。いやでこれラバー削りがね熱い。相手メガゴなんだよ。でラバーを溶かすのにそれを使ったら、え、バルーン終わったやん相手。投げ取ります。で進化ザップで一発ねじ込んで、うい、あの状況から勝っちゃうんですね。いやボイドボイドついよ。相手に守たれてんのもまあ嫌っちゃ嫌っすけどね。ボイドで守れちゃうんだよね結局。おもろつえなボイド。あーこの人なんかジャイとかそういうイメージはあるな。まあ、一旦もう行っちゃおうぜ一旦ね即打ちてえな。構え取ってもいいなこれ。うわーダクネだ。ダクネだとね話が変わってくんの。もう何も考えれない。ホームリー打っても良さそう。守れないけどね。いや守れねだいぶ守れ、いや守れんのかこれ。やらめったら、いやーやらめったら守れそうではあったけど悩んだな今。悩みました。やめました。見にくね。うわーこれ来んのか。いやー使うか。ミニペだけだったらなボイドでいけたんですけどね。いやーこれマジできちいか流れが。いけでかいでかいそれ。え結構でかくね。えウィザード、お前ソランに対してのカード多すぎやん。ラバが嫌いなようでね、あなた。やべえこのミニペ許容か。一発ね。やなめまである。対空多くない。ダクニウィザードですやん。やべ来ないと思ってた勝手に。やべこれウィザード一応進化されんのね。これしょっぺーな。絶対飛来しんやんこんな。あれなんで一回守んなきゃね。よし5ないはず。マジあるか。いやラバからのバルーンからの進化ザップやん。マジあるやん。
え、今の入んねんだ。やべえ、進化ザップねえの、やばい。逆に進化ババはある。なんでやねん、それ入ったら負けやん。呪文あるんすかそれ。やめて。うわー、まま、気合が大したか。いやウィザードな、でもやっぱり今みたいなさスパーキャットに飛来神よね。そう、本当に飛来神をさら始めるとちょっとボイドねむずくはなるな。てかああいうとこにファイボーが欲しくはなる。まあでも柳雨進化ザップだけでもなんとかなってんな。うわやば、あんなにねあんな固められてもね。逆に相手はあそこにユニットを出さなきゃいけないから形を組みたくてもね組みにくかったみたいな。いや、ボイド最高だな、すげえ好きなんだよな。ジャイナイン、ないときてそれでジャイナイン。まあ流行りのねジャイボイドの可能性あるねこれ。うわー、メガゴ飛ばされたくねー。メガゴしかいねー。多分ヤナアメボイドっすね、絶対来るよ。いや来なかった、俺は打つけど。いいね、いやこれ強えわ。いやしかもえなんかえ結構いい、結構いいね。まあ暇サップ打っててもよかったが、さあ柳雨と、まあ、テンプレはライトニングかボイドですね。まあどっちか分かんないっていう。最近だとねボイドが流行っているが、なんかさっきの感じワンチャンボイドねえのかっていう。流れもした、どっちですか。やばい、よかった。そのタゲむず、打つの終わったかこれ。新刊ナイト、いや今のはもうボイド打たなくてよかったかな。新刊ナイトやばいな、結局また新刊ナイトや。あでもこっからでもヤザであの子飛ぶんでヘニを飛ばしたいな。何も知らないユニットぶっぱ、うっライトニングか、やらなる、やばい、うわーこれ負けんのか。多分相性はねちょっといいと思うんだよな、ね、うわっ、これワンチャンあるくれこれ、16、 うわボイドタワーに打っときゃよかった。16、うわー、なんか悔やまれんな。いや、まあなんか、ボイドで本当に変わんな。まあ、進化ないと強すぎただけか。え、これ墓石ラバあるわ。ラバボイド、同じじゃない？まあちょっと中身が違うけどみたいな。いや、あれ、打てねえな。絶対同じ場所に来るもんな。
取る？スケラだ。遅延スケラだ。うわ。やべ、なんか受け方めっちゃ考えてそうやって受けたんだよな俺今。めっちゃ考えてそうやって受けたのに。終わったー。コディントフェニウィズ施設トルネか。あー施設トルネか。まあ頑張ればあるか。流れはだいぶ悪いが、まあ、勝つにはこの1300守んなきゃ勝てなさそう。まあ、一旦ね。まあ相手はウィザードを延命すれば大丈夫だろうっていう思考だと思うんで。え？ああ、まあポイ打てばいいだろう。ほんまに？ほんまに言ってます？いけ。フェニーが回るんだ。もう一発？うぅ！今のでその一発だけな。普通なんかウィザード嫌だな。普通にウィザード。いやーまあ強えんだけどね、ボイド。ボイド強えんだが、単純にきついか。いやーまあ頑張れそうではあったけどね。相手はまあスケラだからか。まあボイドは入ってないか。まあスケラポイズンね。これが新環境の遅延スケラですかい。まあなんか進化ザップヤナメボイドだったら、そのボイドが多分2位から4体でもウィザードを突破できそうな感じはしてたっすね。よいしょ。まあ進化を貯めますか。ボイドやザップ。タワーだけでも結構削れそうだな。スケキンナイト。いや、珍しい。なんだこれ。あんま見ないね。さあ、マスクのドリル。ウォールブレイカーまで。やべ、怪しいタップか、これ。ちょっと痛えな。いやまあ言ってもよかったかもしんないけどね、今の悩んだ。いや早くラバ展開してえな。端前から行っちゃう。なぜならボイドで絶対ケツだったか。うわそれやばい。スケブーナイトスケキンファルチェウォールブレイカードリル。いやドリルは来てねえか。ディカか。なんかここ最近は見なかったデッキだな。スケブだしな。ウォールブレイカー進化かこれ。久々のナイトウォールブレイカーとかかな。まあ暇なんでババセパから入るか。ファルチョーなー、突破できたらなー。何で延命してくるかよなー、相手が。強すぎん？そのインチキ取れない。
メガゴ熱っメガゴボイドでキャファルチはボイドでぶっ飛ばしたから熱い展開にはなってる。いやこれ剥がせないか。えやばでかすぎ。ファルチボイドでぶっ飛ばして気合の突破。うわー強えロケット撃ってるようなもんだからな。3コスで3コスロケットのおかげです。安定のノーマル。さあというわけでサンスペラバルね、いやマジボイドのおかげでね、こういう今まで勝てないようなファルチェにもね、はい、戦えますし、サンスペなのもちょっと便利だったね。はい、まあ現環境のね、今流行ってるラバーハウンドの形かなと思いますんで、皆さんもね、ぜひラバーボイドやってみてください。やければちゃんと声がもお待ちしてます。お寿司様だ。